ヒエラポリスパムッカレは、トルコ西部、デニズリ県にあるユネスコの世界遺産の登録名。パムッカレは、石灰化団級からなる、丘陵地の名前であり、2世紀頃、ヒエラポリスというローマ帝国の都市が存在した。現在は遺跡が残る。せり出した、石灰岩と熱水泉による、景観トラバーチンでできた、石灰化団、パムッカレとは、トルコ語で、面の宮殿という意味。 綿とあるのは、昔からこの辺りが、良質の綿花の一大生産地であることによる。二酸化炭素を含む、弱酸性の雨水が大地を作っている、石灰岩中に浸透し、炭酸カルシウムを溶かした地下水となる。その地下水が地熱で温められて地表に湧き出て、温泉となり、その温水中から炭酸カルシウムが沈殿して、純白の棚田のような景観を作り出したものである。 棚田のアゼの部分は流れてきた植物片などが引っかかり、これに石灰分が沈着して次第に包みのように成長する。これは温水がアゼを腰流するときに石灰分の沈石が科学的に加速するためでもある。このような景観が約200メートルの高さにわたって形成されている。規模はずっと小さいが、同種の微地形が小乳道内にも見られることがあり。 これをアゼイシチという、パムカレの石灰火段級の一番上にある遺跡、ローマ帝国の温泉保養地として栄えた。ローマ帝国時代にも地震で破壊されるが、その後復興。しかし1354年の大地震で完全に廃墟と化す。ローマ劇場、ローマ浴場が残る。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。